本日の党役員会におきまして、この対策本部が設置をされました。そして本部長には堀政務調査会長にがご就任をなされたことであります。この問題は大変まあ我々の健康の問題でございますので、国民の皆様にとって大変な、心配事ではあろうかと思います。でしかしながら我々は冷静に対処していかなければなりませんので、迅速かつ冷静にこの問題についての対処をしてまいりたいと思っております。大変素晴らしい春が訪れてきましたけれども、メキシコからは大変暗いニュースが飛び込んでおります。豚を発生源とする人インフルエンザ、人から人にうつるインフルエンザが発生をいたしました。この新型インフルエンザの怖いところはやはり人から人に感染するということです。 WHO も警戒レベルをフェーズ4上げまして、この防疫体制に全力で取り組んでおりますが、私たち自由民主党も緊急対策本部を開きまして、万全を期す。やはり検疫、これが最大の焦点になってまいりますし、発生したときは患者の人を隔離する、そしてこれを広げない、そこに重点を置いた政策を打っていかなければならないと思います。